こんにちは、クラシタコーヒーの動画です。今日のテーマはこちら、持ち運べる電動ミル、ポータブルミル3機種比較してみたです。クラシタコーヒーの動画。はい、こんにちは。こんにちは、クラシタコーヒーの動画です。はい、久しぶりの撮影なんですよね。はい、実はこの間のブラジルの回すぐ完売になっちゃったんですけど、クラシタコーヒー主催のブラジルコーヒー杯は結構前に撮ってましたよね。うん、2,3 週間前に撮影してあって、今日木曜日なんですけど、はい、撮影という定期運行に戻りましたね。はい、夏目店長、はい、電動ポータブルミルですよ。うん、ここにあるやつですね。電動ミルやったのっていつぶりか覚えてますか？やったことある？ある。あるある、激安。そうそう、アマゾン激安やったんですけど、はい、あの時はまだ手引きミルとも出会ってないし、うん、本当にアマゾンで一番安いミルで、ミルはないよりはあった方が絶対いいよねって、うん、これは変わんないですよね。うんうん、やっぱミルがあることによってコーヒーって飛躍的に美味しくなるので、うん、そこからもう2年近く経っていて、うん、でなんでこんなに空いたのかっていうとですね、電動ミルのこれっていうのが出てないんですよ。今僕が言ってる電動ミルは据え置き型の電動ミルです。電源コードがあるやつね。でその間に何が出たかというと、こういうタイプの USB 充電式のポータブル電動ミルっていうものがポコポコ出てきたと、今のこの状況です。はい、で一つ一つまたちょっと見ていこうと思うので、今から開封をしていこうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。クラシタコーヒーの動画。もう形だけなんですけど、開封お願いしていいですか？はい、はい、じゃあそちらですね。はい、オーシャンリッチ、はい、充電式でコンパクト、持ち運びにも便利です。 LED インジゲーター 25% 刻み4段階表示でバッテリーの残量を一目で確認、マイクロ USB 充電、うん、10回使用できますだって。ケース、USB ケーブルも入ってますと。はい、充電が満充電の状態で約10回使用できます。で、電源ボタンと流度調整ダイヤルで、ダイヤルを回して5段階の流度調整が可能。はい、うん、刃は薄色刃、あ、セラミックです。あ、セラミック刃。はい、石臼のように すりつぶしながら豆を挽きますだって。なるほど。うん、コーヒー1杯分の豆を挽く速度は約1分4秒ですだって。15g。 中挽き深煎り豆を使用時、豆を引き終えると約10秒で自動停止します。はい、あ、自動ストップ機能付き。はい、はい、じゃあ続いて夏みたいな。はい、はい、もうこれ、これ、はい、の電動がいいですね。はい、それ入れ物がついてる。おお、いいですね。携帯できると説明でしょう。はい、はい、と保証書。はい、はい、ブラシも、ブラシと USB メモ、ケーブル、 USB-C ケーブル、はい、引き目が、0から10までです。うん、はい、タイプ C で充電できますとか、はい、中の方は、中の方は後ほど、はい、ただあのステンバです。はい、タイムはなのでね。はい、では最後真ん中の方ですね。はい、こちら、何ですか？これスポータブルコーヒーグラインダー。はい、これに関してはまだ発売されてないものです。はい、ツイッターでコレスさんがツイートしてるのを見て、うん、これは良さそうだと思って気になるっていうリプを送ったんですね。うん、だすぐに DM が来て、うん、送りますって形で送られてきたんですけど、これももちろん購入しています。はい、もう購入約束済みです。はい、ですのでいつもの忖度のないレビューになっております。はい、で説明書とかまだいろいろできてないんですよね。はい、その中そちらに概要の説明を作っていただいたので、ちょっとそちらの方を読んでください。ステンレス刃の根式グラインダーなので流度が揃い、引きムラがなく均一。はい、グラインダーの問題点でもある古い微粉も内部に残りづらい直下式の構造、引き目は1無段階調整。これは無段階調整なんですよ。かなり細かく調整はできます。専用ポーチ付きで充電式の持ち運びができる。充電は USB Type-C で 2,3 時間でフル充電、連続最大使用時間20から30杯分のコーヒー粉が引けます。はい、うん、20から30杯分のコーヒー粉が引けるって。おお、なるほど。うん、とりあえず邪魔なんで粉にしましょうか。はい、はい、
はい、こっちにいいですか。はい、はい、せーの、ブーン。はい、部長。はい、せーの、クラシとコーヒーの動画。では3機種が出揃いました。はい、はい、ポータブル電動ミルも実はこれとこれはもう結構前に買ってたんですよ、うん、っていうのが2機種って少ないよなと思って、2つを直接比べてみたっていうのもね、なんかあれだなと思ってて、これでやっと3つ揃ったっていう感じですよね。で、電動ミルの需要が高いのは僕らももちろん分かっていて、皆さんからやっぱ電動ミルどれがいいですかっていう質問はこの2年間ぐらいずっと来続けてるんですよ、うん、いいのはいいけど高い。今手引きミルがとにかく成長したので、もう手引きミルでこの範囲だったらいいんじゃないっていうところに落ち着いてたんですよ、うん、でもだんだん皆さん生活スタイルが変わってきて手引きをする時間がないっていう方も増えてきたので、やっぱ電動ミルの需要ってこれから高まる一方だと思うんですよ。そこに来てこちらのポータブル電動ミルですよ。これ何がいいかっていうと、職場とかその出先にポッと持っていけるんで、やっぱ据え置き型の電動ミルだと電源コードが必要だし、結構本体でかいので、大体もう設置したらその場所っていう風になっちゃうんですけど、これは持ち運びができると。で、もう一個いい点があって、電源がポータブルで中の電源使うでしょ、だからスペック通りの機能が果たせる。今海外からの電動ミルって規格があって、日本の規格に合わせない、この間のフェローみたいなってなると、そのスペック通りの性能が出せないかったりとか、まあそもそも日本向けに発売されないっていうものも増えてくるんですよね。でもこれはもう中の電気でいくので、スペック通りのものをすぐその国で使えるっていう良さがあります。なるほど、はい、っていうのがこのポータブルミルのいいところなんですけど、さっき歯の話の時の厚み店長なんて言ってました、うん、セラミック。これはセラミック。はい、はい、あとは何ですか。ステンレス。うん、これも何だったっけ。ステンレス。ステンレス、はい、ステンレス刃がついにこれにも搭載された。最初ポータブル電動ミルってこれが出てきたんですよ。うん、うん、でもこれセラミック刃だったんですよね、うん、でもこれ分解してあって、はい、こんな感じ。これは黒い刃がついてます、はい、セラミックで、これはいつもの C2 の刃がついてます。同じ同じ、全く同じ C2 の刃が入っていて、で、こっちはなぜかプラス刃あるじゃないですか、スリムプラスとか、うんうんうん、プラス刃の金が入ってるんです。金か、うん、あの金刃のタイムワーのシリーズってあんまり売れてないんですよね。へー。で、その後にもう C3 が出たじゃないですか、うん、で、S2C 刃になって、明らかに多分これ残ったんじゃねっていう刃が搭載されてます。じゃないとこれに金刃積む意味が分かんないですよ。うん、金刃ってそもそも何かというと、エスプレッソに特化してますよ、積まれた刃なんですよ。だからエスプレッソ引きできますよみたいなやつは金刃を積んでるんですけど、これはコーヒーのドリップに特化してるはずなのに金刃なんですよね、うん、というちょっとバランスが悪い1台になってしまってるんじゃないかなっていう予測です。はい、はい、あと何が違いました。充電器で、これが何でした。マイクロ USB。 はい、これは何でした。タイプ C。 USB-C ですね、はい、これはタイプ C、うん、はい、この2つはまあ最新の USB-C ですね。もう今世界中がこの規格に統一されていて、うん、もう USB-C で対応してると、はい、はい、というものなので、まあ、あのケーブルが共通で使えるっていう良さがありますね、はい、という違いがありました。違うのは刃と充電方式、うん、それから引ける量が違ってきます、うん。で、実際にどれぐらいの速さで弾けるのかっていうのをまず試していこうと思うんですけど、チューブカイリ、はい、豆は何ですか。甘みのブラジルです。はい、チューブカイリは甘みのブラジル。あと浅煎りもやっとこうと。はい、浅煎りはヤバイマンデリンです。はい、ヤバイマンデリンですね。この2種類のチューブカイリと浅煎りのコーヒーを 20g ずつそれぞれ引いてみます、うん、で、引き目に関してはいろいろできるんですけど、各メーカーおすすめの引き目がもう決まってるんですよ、うん、この引き目がおすすめですって。そこを基準値として何秒で引けるか、粒度がどれぐらいかっていうのはその後ドリップして飲み比べをしていきたいと思います。全部入れる。全部入れます。同時に入れます。はい、ということで用意ドンで押すか。はい、ポータブル電動ミルレースが始まりますので、引き続きご覧ください。クラシとコーヒーの動画。引き目の調整の仕方もやっとこうということで、引き目の調整をやっていきたいと思います。はい、タイムはですね、これはそこにまたいつものこれがあるんですよ、うんうん、で、
分解する時も一緒です。これ粗い方にガーって回していったらポコンって取れるんで、それで刃が出てくる、はい、で手入れはそこを掃除するぐらいですね、うん、でおすすめの引き目は7です、はい、たくさん調整できるんですけど、ブリューイングが7がおすすめって公式に書いてますので7に合わせていきます、はい、で7で調整しました。続いてコレスのグラインダーですね、はい、これも一緒なんです。ここに調整ネジがついてるんですけど、これの違うところっていうのは数字がついてるんですね、うん、こんな風に。あ、見えるんだ。はい、数字が見えます。ただこれは引き目の目安ではなくて自分がどこにいますよなんです、うん、で、コレスの調整方法って2回転とか3回転とかっていう風に回転数で決まるんですよ。だからワンクリックじゃなくて1回転で調整するみたいな感じに書いてあって、おすすめは2.5 から3で、僕は 2.5 がいいんじゃないかなと思うんで 2.5 回回すってこと？はい、ここでこれが9で1回転でしょ。0はどこなの？完全に閉まったところ。で、2回転目はい、で半の時は数字出るの？だからもうそこは半分、180度回すということで2回転半で調整しました。無段階っていうのはこの何回転じゃなくてこのカチカチカチがいくらでもできるんで、ものすごく細かく調整はできます。はい、でも今2回転半で調整しました。で最後こちらのオーシャンリッチ、はい、これはどう調整するかというと、ここに線があるんです、はいはい、これをカチカチと回すと、うん、5段階ね、5段階ですね。でおすすめが真ん中の3って書いてあったので3のところで調整します。こっちも同じくここで外せるんですけど、はい、ただ説明書にここの外し方書いてないんですよ。っていうことは外さない方がいいかもしれない、なんかちょっとずれるかもしれないんで、基本ここは外さないもんだっていう風に僕は説明書から読み取りました。でも水洗いできますよ。水洗いはできます。だから外さずに水洗いしなさいってことでしょう。はい、水洗いがいいっていう人はねいいと思いますけど、じゃあ実際のところ性能はどうなのかっていうところですね。はい、では引き目の調整が終わりましたので 20g の甘みのブラジルを引いていきたいと思います。はい、暮らしとコーヒーの動画、そこじゃないんだ、どっから入れるん？はい、では夏美店長、豆を入れて引いていきましょう。引き目は設定してあります。はい、はい、では豆を入れるところからやっていきますかね。いい、あー、はい、止めてください。はい、OKOK、 いきます。まあ入れやすいですよね、でかいから。うん、で豆の引ける量も多いです。はい、圧倒的にコンパクトです。こうかな。はい、じゃあ、それはそれです、うん、はい、はい、締めて、で、下を伸ばしてください。伸ばして、うわ、そう、で、下のところでねじ込む。あ、そう、あ、ここね、ここね、はい、はい、これはこっちから。はい、それはマシンコン、こいつのスイッチはここ、はい、で、こいつのスイッチはここ。どうする？1個僕は押しましょうか。いきますよ、準備いいですか？はい、よーい、スタート。これ、これ終わった？終わった。全ての機種がオートストップがついてました。はい、終わったのはどれがどの順番でした？わかんないな。でもこれが終わった時にはこっちも終わってたんだよね。なるほど、ちょっと後で審議ですね。はい、はい、で、オーシャンリッチが一番遅かった。うん、結構時間差ありました。ちょっとこれもう一回してみていい？いい。あー、終わってる。あー、音がちっちゃいんだ。あー、そうか、そういうことか。これうるさい。ほら、あ、うるさい。静音性で言うとコレスが飛び抜けてる、うん、だから気づかなかったんじゃない？ こっちが終わった時に終わってたから。なるほど、ありがとうございます、うん、ではこれからドリップしていきましょう。暮らしとコーヒーの動画では抽出をしていきたいと思います。引き目なんですけど、まずこれがオーシャンリッチ、結構やっぱ粗いですね。セラミックっぽい粗さがある引き目です。で、
一番見慣れてるのはこのコレス。こちらはまあいつも見る、ほんと C2 と変わんないぐらいの引き目になっています。で最後タイムはですね、やっぱり細かすぎるかなっていう印象、あの金歯で引いた引き目を代表するかのような、まあ、細かい引き目ですね。はい、これは変わってくるぞっていう感じはあります。レシピはこんな感じ、全部86度で抽出をしていきます。では抽出をしていきましょう。はい、最初は回します。はい、じゃあいきます。30。はい、あー全然違う。そうなんだな。はい、でブラシに入りました。どうしたね、行ってんね。はい、あけどオーシャンリッチでもそこそこドームはしっかり作れますね。ああちょっと差が出てきました。はい、抽出完了です。大体同じぐらいですか。抽出の後に今から浅い量を引いていくんですけど、はい、引き目を調整しました。タイムはどれですか、いつしてください、ね、はい、それはさっきの7が細かかったので一番浅い10にしました。はい、はい、で真ん中こちらこれです、はい、これは0.5 回転回してちょうど3回転してます、うん、はい、でそれは1段階荒くしました、うん、まあ、それ元からちょっと荒い印象だったので、うん、はい、なので1段階荒くしました。では浅煎りのコーヒー、これが引けるかどうかをやっていこうと思います。はい、はい、お願いします。はい、これ押しますね。そうです、はい、いきますよ、よーいスタート。ちょっと結果変わりましたね、はい、一番早かったのは、うん、2番目で最後がこちら、ね、はい、でもまあさっきほどの差はなかったように感じますね。うん、はい、では実際にこれからクレバーでそれぞれ入れていきたいと思います。はい、暮らしとコーヒーの動画、はい、では抽出をしていきましょう、はい、クレバーなのでレシピはこんな感じです。はい、では90度のお湯を入れていきたいと思います。150注いで10回混ぜて、もう150注いで2分半まで待つ感じです。うん、はい、ほい。じゃあいきます。300ね。150、10回混ぜの、はい、いきます。別にこれは、はい、はい、いきます。さ、では2分半が来るまで待ってみましょう。はい、はい、もう今この時点でだいぶ違ってて荒いっすね、やっぱりね、うん、もしかしたらオーシャンリッチは真ん中のあの1点がベストかもしれない。1個荒くすると全然変わりますね。これ実用域がちょっと狭いかもしれないですね。もういわゆるこうセラバっぽい粒度の揃わなさっていうのが露骨に出ちゃったかなっていう感じが。タイムモアとコレスは今のところいい具合に粉の調整が、もうあとは味で見るしかないですけどね。はい、でこれがもうすぐ上がります。2分半が来るのでこれを上げます。30、ほい、はい、そう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 、
れば多分報道が出してるタイミングで再販になってる。やっと輸入ができた。うん、色違うね。はい、OK。はい、せーの。抽出完了です。はい、抽出完了です。では飲み比べをしていきましょう。暮らしとコーヒーの動画。はい、では合計6種類のコーヒーが揃いました。はい、説明してもらっていいですか。ヤバイマンデリンと甘みのベラジル。はい、はい、で、コレスのヤバイマンデリンと甘みのベラジル。はい、でタイムモアのヤバイマンデリンと甘みのベラジル。はい、で引き目は、まあ、それぞれおすすめの引き目でチューブ帰りはドリップして、はい、でそこから調整して少し粗くしたもので朝入りは浸湿式で入れています、はい、では飲み比べをしていきましょう。ま、どうする。まずチューブ帰りからやっていく。はい、はい、ちょっと量が多いんでね。じゃあ甘みのブラジルですね。はい、はい、オーシャンのね、はい、あの画面。いただきます。うん、はい、ではチューブ化入りコーヒーで3種類のポータブルデンドグラインダーで入れたもので、うん、この味で出してほしいなっていう味で落ちてたのは、せーの、これ。あ、もうこうなりますよね。じゃあそれぞれのミルの話をちょっとしていきましょうかね。はい、オーシャンリッチはやっぱり粗かった分味も薄いです。薄いよね、あのセラミック刃だなっていう粗い薄い感じ。すごくこうあっさり落ちてる、うんうん、まあ得てして言えばちょっと薄いなっていう感じはありますがちょっと調整でもう少し細かくしたらどうにかなるにしろ、ドリップしててね、やっぱ流度が揃ってない感がすごかったんですよ。リュードがやっぱ相当まちまちだったので、まあ、セラバの限界みたいなところはドリップしてる時から感じることができました、うん、はい、じゃあ次タイムモア行こうかな。はい、はい、タイムモアどうぞ。タイムモアはね、うん、ドリップの時もちょっと詰まり気味だと抜けがちょっと遅いなっていうのはあって、うん、やっぱり味も最後にそのちょっと苦味というかえぐみがちょっと残ります。これはねちょっと残念な後味になってるっていう、うん、これは、タイムモアの推奨の引き目で言ったんですけど、はい、もっと粗くした方がいい。あのさっきやった10クリック、うん、設定値では一番粗いんですけど、あれドリップにも向いてんじゃねえかなと、うん、でタイムモアやっぱ好きな方うちの視聴者さん多くて、これ買われた方も結構いるんですけど、うん、指定値よりやっぱ結構粗め。タイムモアってその傾向があるんですよ、うん、どれも指定値って結構細かく設定されてるので、ドリップ液だったら僕10クリックぐらいがおすすめなんじゃないかな。それ以上のクリック数が使えるか使えないかはちょっと侍さんに聞いときます。使っていいもんかどうかってことです。できるんだ。できるのはいくらでも回せるから。はい、で最後コレスですね、うん、はい、こちらどうでした。美味しかった、うん、いつもの甘みのブラジルだった。はい、要するに今夏美手帳は何を言ったかというと、 C2、まあ、僕らが基準値にしてる高性能手引きミルがここに降りてきてるんですね。うん、やっぱ刃の違いってあるんですよね、少なからず。ステンレス刃のいいところをちゃんと継承してるし、何よりやっぱりこう素直に味が出てくれてると、うん、高性能手引きミルの性能がそのままポータブルに移動しましたよっていうところで、多分そこがすごく評価されるべきポータブルミルなんじゃないかなっていうふうに今のところ思います、はい、はい、じゃあ続いて浅煎り3種を飲んでいきたいと思います、うん、はい、浅煎り3種類いただきます。今、ポータブル電動ミルで引いたチューブ化入りと浅煎りの6種類のコーヒーを飲みました、はい、この6種類を飲み比べて味の違いはいかがでしょうか。全然違う、ね、うん、これはちょっと全然違いましたね、はい、豆は一緒なんですけどミルでここまで変わるかっていうね、これです。じゃあ浅煎りのそれぞれの評価を、じゃあオーシャンリッチ。
先ほどのチューブカー入りのがそのまま朝入りにも反映されてるっていう節はありました、うん、ただ、でだからオーシャリッチはこう、うん、かなりすっきりボディがもう弱いし、まあ、すっきりめ軽い感じ、あのほんと紅茶だね、うん、スッと飲める紅茶。僕は感じたんですけど、さっきのドリップほど全然ダメってわけじゃなくて、そう、ね、これはクレバーが優秀浸水式のあんだけ洗いもんでも浸水したらわりかし味は出るんだなっていう、はい、タイムモア生かしてください、はい、タイムモアはとこのコレスは、うん、ボディの強さは結構同じぐらい近しいですけど、うんうんうん、タイムモアの方がもうちょっと甘みとかが強いんです、うん、だからまあ浅入りなのに酸がないっていうのがあるけど、でも私はすごくこれ美味しいと思いました、はい、うん、でその中間っていうか程よいそのボディ感と浅入りの酸が感じられるのがこれなんですよ、はい、浅入りはどれも別になんかどれ飲んでも美味しく感じられるぐらいでしたね、うん、僕はこの3機種の浅煎りを全部比較してみて、コレスが足らないところなく全部出してるなっていう感じはありました。ちゃんとこの豆のスペックをきれいに出し切ってるのはコレスで、それに近しいところはタイムワンにあったと。でこのオーシャンリッチはやっぱ薄い、薄いです。やっぱこれが多分セラミックバーの限界なんだろうなっていう風に感じましたね。暮らしとコーヒーの動画でお値段なんですよ、はい、お値段なんですけど、オーシャンリッツの G2 これが実売価格で6000円ぐらいです。ビッグカメラで5600円、定価が多分ね7680円、あ、Amazon はまだ7680円と思います。タイムモアの GO に関しては、グラインダー GO ですね、これに関しては14980円です、うん、15000円です。はい、コレスが16000円プラス税です。なんでコレスが一番高いですね。でその値段を加味した結果、まあ1万円しないと15000円と17000円、同じくくりのようで、うん、違うと思うな。そうね、ポータブルっていう意味だったら、うん、僕これしかポータブルじゃないと思うんですよ、うん、これ持ち運ばないし、うん、ちょっと貼って持っていこうかなっていうサイズ感じゃないんですよ、うん、僕はコレスのこれが出た時にすごいいいなと思ったのはポータブルさ、うん、これはいいなと思ったんですよ、うん、で今 2way でこう上回すのがついてるよ、で電動にもできるよみたいなやつもあるんですよ、あるのは知ってるけど結局ハンドル分でかくなるんですよ、あ、うん、だったらもう C2 でいいし、電動使いたいんならこの方がいいし、2way にする意味がそんなにないな。でもそれによってサイズが肥大化するんであれば、僕はこのコンパクトさ、いろんなものを削ってこの形このサイズになったっていう、これが唯一のポータブル電動ミルっていう風に僕は思っています。はい、という違いがあって僕はこれを押せます。はい、夏目店長、ポータブルって、ボクさんが言ったように、うんうん、ポータブルですって、カバンにねしまってね持っていけるよって、アウトドアとかね、だったらもう絶対これなんですよ。でちょっとね重量感はあるよね、うん、もっと重いじゃん、重い、あ、いや、それも踏まえてこれだけ受けがプラスチックなんですよ。あー、なるほど。で他ガラスない、ポータブルだったらこれだし、うん、手引き持ってて、でもやっぱり電動の方が楽だなっていうんだったら、うん、どうかな。ここは空位だったところがここでまあ埋まったかなっていう感じは、うん、ポータブル電動ミルだったら僕はこれでいいかな。そうだね、まあ、歯の性能とポータブルさと値段は僕は適当なんじゃないかなと思うけどね、16000プラス税。夏目さんちょっと思います。最近手引きミルもそれぐらいして、ミルってそれぐらいなんだなっていう、うんうん、結局得というかできるのはそれぐらいの価格差、うん、なのかなっていうのがあるから、うん、こっちかな。そっちですよね。羨ましいけど、まあ、でも朝ゴリゴリって引く時間があるんだったら C2 とか C3 とかも、うん、まあ、1万円しないぐらいであるから、うん、それも選択肢に入るんですけど、うん、電動だったらコレスは僕は押せます、うん、はい、という結論です。そうだよね。これは、うん、いつからどこで買えるんですか？コレスさんに聞いたら、はい、まず幕開けでクラファンするらしいです。あ、はい、はい、なのでクラファンでまず買えます、うん、でこれ多分爆発的に売れると思うんですよ、うん、
概要欄にまた貼っときますので、そちらの方チェックしていただければなと思います。はい、その後一般販売もあって、クラシトコーヒーは一応取り扱い予定です。ですのでクラシトコーヒーからも後日購入できるようになります。あとの2つはまあいろんなところに売っておりますね。はい、はい、ただまあこれは本当に忖度なくやったんで、ね、うん、コレスさんもまさかここと比べられると思ってなくてポータブル電動ミル編でした。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。暮らしとコーヒーの動画、はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価チャッチャッチャチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。またインスタグラム、ツイッター、TikTok と SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。嬉しいです。そしてクラシトコーヒーのお店の方では、ただいまクラシト備前焼き店を開催中です。これは店舗とオンラインそれぞれで開催しております。で、作家さんの作品が今どんどんなくなってるんですけど、随時追加されていきますので、気になる方はそのタイミングでまた検討してみてください。で、備前焼きが一点物なのでマジで出会いは運命です。その時に行っとかないとすぐなくなっちゃうんで、ビビッと来たらそれはもう出会いだと思ってください。はい、で毎週土曜日に作家さんたちとコラボでライブ配信を8時から1時間程度やっております、はい、という感じですね、うん、お知らせは以上です。来週のクラシトコーヒーの動画は何やる？あのね、いっぱいやらなきゃいけないことはあるんですけど、はい、タンブラー、何変わったの？タンブラー、うん、トースター、はい、タカヒロのポット、はい、どれかをやりますもう SCAG も言ってたらすぐ来るから。あ、そうだ、はい、というふうに秋の暮らしとコーヒーは大忙しで、皆さんのコーヒーがある暮らしの役に立つ情報を次々と発信していきますので、ぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。で、またこれも声が多いんですけど、改めてコーヒーを始めるのにいい道具、うん、初めて飲むのにいい組み合わせっていうのをもう一回見直していきます。2022年版のクラシトコーヒーがおすすめする初めてのコーヒー道具、初めて飲むべきコーヒー、うん、こちらの方もラインナップをリニューアルして動画の方で紹介していきますのでお楽しみに。はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また来週。また来週。Olá, aqui é o Matheus. Meu nome é Alan, sou pequeno produtor de café, né, aqui na região de Serra Limeira, Brasil. Esse café que você adquiriu, e esse café a gente mantém também do processo que a gente utiliza aqui na fazenda. E a gente agradece o carinho, né?